今日の養女さんは誰の？ハウティードムシカネ。刀ゼロのパート3を実況していきます。刀ゼロ、時間操作アクションゲームですね。時間操作が薬物の副作用で、その薬物っていうのはどうのこうのっていうのが明らかになってきました。誰だお前は？びっくりした。こいつ可愛いな。誰が喋ってんだお前？誰でしょう。隣人、ハロウィンなんだし仮装しなきゃ。おめえ、手こうかな。私の幼女のバスローブとかちょっとマニアックやわ。あら、幼女のなんか言ってるね、小村さん。わ、ガルルル、可愛い仮装じゃないの、怖い仮装なんだってば。くれてやんよ。やった。さあハロウィンのキャンディ、キャンディやったかな。なんでしょうこれは。あ、ポッキー。チョコ？チョコレートスティック、わあいいのあるやん、これあげよう。チョコレートスティック、チョコスティックだ。リヴァイアさんにもよろしく言っておいてね。リヴァイアさんもなんか楽しそうにしてるわ。リヴァイアさんってなんだっけ。今日は寝ましょう。とりあえず刑務所のニュースしてんの。パターン9ですわ。さあこっからです。残り4日。瞬間移動、これはね、主人公も急に来たって感覚になってるよな、ね、ちょっと頭おかしくなってるよね。え、起きたらここにいたみたいな感覚。どうしたどうした、酔っ払ってたの。わあ、こいつの薬のせいでなんかいろいろとね記憶が飛んだりしてるんだよね。起きます。起きろ。出てたの。おお、えで、え、なんてこった。うわー、バグってる。うわ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 、これなんですよ。刀ゼロの面白いところ。わこのバグ、え、そう、キングクリムゾン食らってる。キングクリムゾン食らってるって。うわ、血の雫で数えろ。ハイサ出すよ。血の雫で。わあ、動かねえ。はあの、あれ、あれたじゃん、あれ、あれたじゃん。28年が過ぎた。28年が過ぎた。兵士を殺すのはそう悪いことじゃなかった。もはや記憶も曖昧だ。なにこれ、燃える様子を、あなたの農民たちが泣け叫ぶ様を。これは一応主人公の過去について語ってますね。なんか戦争に行ってたのかな。薬のせいだ。たった1週間の記憶が1年くらいの長さに感じる。もうなんか終わりそうな雰囲気。なんで耳にする言葉は生き延ばされ、虫の音は次第にうるさくなっていく。薬が切れた時、時は止まる。お前はジャングルの中に永遠に閉じ込められる。死ぬんかな、これは。まるで縮むゆく砂時計の砂、砂、砂、全然次にどうなるか分かっている。お前に頼みがあるんだ。助けてくれ。え、主人、あ、注射垂れてた。薬入れられた。うわ、を見ている。昨日の分の目合わせをして。ちょっと話が飛びすぎてよくわかんないですね。薬の量を増やしたって。主人公はちょっとどんどんイカれてきてるってことですよね。多分ちょっとイカれてきてるね。薬投与しすぎて。薬ありがとう。お薬、お前が昨日薬くれへんだからこんな狼狽してんねんと。主人公は、あら、次のミッション、お薬飲めたね。軍事関係者。また燃やしちゃったよ。またプロファイルを燃やしちゃったよ。え、さあいつも通り BGM を聴きましょう。よし、いいよ、侵入するぜ。ナイス BGM。 あ、敵がいる、敵が、あ、撃たれてる撃たれてる。遠距離射撃。エチオピアネクタイ。ぶっ殺してやるぜ、やば。あ、あ結構焦ってたぞ。あ、ほら、あ、クソやられた。あいつじゃん。あー、クソ、後ろから撃たれた。うわ、難しいな。お前を殺す先に、ほら来いよ。あ、強いからそいつ、そいつ強いから。みっちゃん全然効かないじゃん、刀。早い。あ、なに、なんか手に入れたぞ。とことこ歩いていいやってあいつ。おー、出た。あ、出た出た。ふりー、ガンガン行ってやれ。小原さん、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、どこ行く、どこ行く、殴られた。はい、ナイスナイス、暗躍してる。よし、
しこれなすぎるぜ。小村さんの、あ、ね、何リプレイ中に急にやられたな。え、何がリプレイで何が現実かもうむちゃくちゃだよ。すいません。あ、砂上げ、あ、ない。おいおいおい、勝手に憧れて勝手に失望してんじゃねえよ。なんだなんだ、おお、何が起こってるんだ。ミスターキスフェイス、こいつの首を切って。ミスターキスフェイス、ミスターキスフェイス、前回もなんかライバルっぽいやつが出てきたけど、これも、くそ、強制コンティニュー。頭が痛いよ。またこれだ。ちゃんと教えてくれるんですよね、一度選んだ選択肢を。なるほど、選択肢が間違ってたのか。このスマークライ、ええ、わー、やばいやつがいる。やばいやばい、ミスターキスフェイス、痛い。あー、死んじゃった。答え教えてくれ V。 あ、こっからちょっとね、この主人公の根幹について結構触れられるんですよね。プレイズミ、もうプレイズミ追体験してると思ってた。急に煽る。あ、やばい、はあ、死んだじゃん。え、これ選択肢間違えるとこんな、ね、実はコンティニューしてるわけじゃないんですよこれ。え、勝手に、うわぁ、デートに遅れるのやぶい。軽く血叩いてるね。笑った。うわ、クロノスっていうのは、あれ、主人公が使ってる薬の名前ですね。言っちゃいますけど、クロノスって言うんだ。あれ、主人公死んだら死んでもやり直せる能力なんですよね実は。だから主人公が死ぬことはないっていう。死ねないんだ。そうなんです、クロノス中毒なんです。クロノス中毒になっちゃって。クロノスですか。笑った。クロノス使ってんのに知らないじゃん。いやー、うわぁ、うわぁ、いい能力やね。主人公絶対死なへんやん。ほんとだね、何回もこの同じ靴を味わわないといけない。あー、もう何回もデートに遅れるなって言ってる。一体何が、キスフェイスも驚いてんだ。依頼主誰だって聞かれてるよ。俺のセラピストや薬を使ってるのは。セラピストが狙われる。ああ、またガブロクネン。キスフェイス、お前の動画はゴミクズだな。お前じゃ足元に及ばねえ。神々、何言ってんだお前。そんなに俺に認めてほしいか。お前の髪型が気に入らんわ。おいおい、キスフェイスは意外と落ち着いてるね。落ち着いてるね、ずっと刀研いでるもんね。あ、これ死ぬパターンやん。もう子供の途中で切れてんもん。ほんとだ。いや、あ、死んだ。何回繰り返すんだこれ。ちょっとずつ進んでるけど。そんなに認めよしいか。わあ、あ、おじいちゃん。ああ、アルカシム、アルカシム、アルカシム今回の標的やね。そういや、ダメさね、どこの方言。もう話がそれてそれてむちゃくちゃだよ。ああ、へへ、キスフェイスが進んだ。うわあ、ひどい死体蹴りだ。逃げろ逃げろ、やばいやばい、逃げて逃げて。あ、なんとか解放された。でも刀がないよ。あった、あ、撃たれた。うお、逃げろ逃げて。あ、よし、刀ゲット。刀ゼロの始まりや。始まりましたね。
楽しみの時間だ。こいつを倒さないと、ミスターキスフェイスを。待って、やべ、うわー、やられましたね。けけけけ、あのゲージが満タンになったら倒せるんですよね。なるほど。どこ、これか。これ。けけけけけけけ。いいね。けけけけけけ。はい。ナイスナイスナイス。ミスターキスフェイスの。これ時間を遅らせる技縛ったら結構これ強いんですよね。使っちゃうとそんな強くないね。インドを渡してやる。うわうわ。残虐だ。あ、出た。なんか雪か。出たこいつ。下駄野郎。まあ僕は死んでも生き返るからね。そうだよね。ドラゴンはヌルの中でも別格でした。ドラゴンはヌルの中でも別格でした。ヌルっていうのはこの主人公みたいな能力持ってる奴らのことやったかな。あ、そうなんだ。お、どうした。噂をすればなんとやら消えた。あ、消えた。危ねえじゃねえか。なや、あの桜切れるんか。千本桜か。千本桜影よし。おい、挽回してるじゃねえかーって。仕切ってんな。まだ俺は生きてんだぜ。うわー、ハンマーヘッドシャークみたいなやつ倒せ。バイク乗っちゃってブルンブルン。明らかに用意しちゃったバイクやな。主人公と同じ色してんもん。ほんとだ。ほら、この音楽とともにいいですね。これ楽しそう。やべえぜこれは。うひょー、うわうわうわ、楽しい。いや、必要ないでしょそれ。カラコン倒す。うわうわうわ、うまーい。うまい。お、今のあいつだったら V やった。ゲイ、すごい。アバイオトさんだ。なぜ関係ないことが始まりました。ついに髪を使った攻撃するね、あいつ。はい、暫定です。ナイス。おー、だだ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 だ。危ない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 。はい。あ、ナイス。うまい。まだ大砲撃たへんたらいいのに。何笑ってんだお前。危機だぞ。ブイさんが最後の時。あ、最後の時。今日は随分やってくれましたね。やってくれたな。ヌルなんてな、お前、俺は今まで主人公と同じぐらいの能力者を6人も殺したんだ。すごいな。めっちゃ震えてる。すいません。かっけー。大事なシーンで。こいつはドラゴンじゃない。え？ドラゴンじゃなかったの？え？唐突に現れるイケメン。誰？こいつが本物のドラゴンっすね。え？じゃあ主人公誰なの？わあ、だるまにされちゃう。うわあ。明日話そうじゃないか。仕方ないやん。仕方ないやん。スムーズにいかない時だったらやりますよ。はい。北斗百裂拳。北斗百裂拳で終わりました。さようならー。